どうも、まなちです。このチャンネルは車に関する、特に研磨に関する情報をアップするチャンネルとなっております。こちら、千葉県千葉市花見川区にございます。まなちガレージにて施工の様子をお伝えいたします。どうぞ、皆様最後までお付き合いよろしくお願いいたします。今回のお車、ホイール見るからに、ちょっとお古めの車かなと思われる方多いと思います。当時のままのものなんですけど、なんと、30年ほど前のお車ですね。うちの店長が29歳ですので、それよりも年上ということでね、なんかね、感慨深いものがありますよね。全く私はこの車のね、製作にかかったわけじゃないですけども。はい。今回はこちらのお車のボディコーティングと窓ガラスのコーティング受けたまりましたので、その模様をお伝えしたいと思います。さて、この形でわかるかな？わかった方はもう昭和世代なんじゃないか？もしくは、車大好きな方なんじゃないですかね。まずは足回りからホイールやっておりますけど、今回はですね、このお車、まあ、経年車のお車で、まあ、往年のね、懐かしいと昔話に話を咲かせたいんですけども、ちょっと様子がおかしいことございましたので、そちらをね、重点的にお伝えしていこうと思います。すでに今の状態でも親と思われる箇所が出ているんですね。お分かりになる方いらっしゃったら、まあ、よほどの洗車好きなのかなと思いますけども、ちょっとタイヤの弾きがおかしいんですよね。はい。そしてこのボディもそうですね、弾いてるとこあります。ガラスもそうなんですよ。ちょっと異様な弾きというか、バッチバチの撥水じゃないんですよね。これこの時は僕ら気づかなかったんですよ。まあ何かね、ちょっとしたコーティング剤、簡易コーティングとかね、ワックスを塗っているのかなと、その程度で、まあ少しね、ミルフィーユになってるんじゃないかな、ぐらいに考えていたんですけども、これをもう苦戦しましたのでね、もしこういう状態のね、研磨にやられる方いらっしゃったら、少しでも参考になっていただけたらなと思います。まあ水回り割って鉄粉もこのように結構ついてたんですよ。抹茶茶です。まあお色がお色なんでね、わかりづらかったっていうのもありますけども。はい。ということで、今回のお車なんですけども、まだ全貌わからないか。トヨタの、アリスト、初代アリストになります。で、車の状態がこんな感じ。まあ洗車傷もう30年前で、これ当時のまま、オリジナルのカラーのままですので、このぐらいついてるのはね、もちろんそうなんですけども、はい、トランクもそうですよね。もうくすみまくってるというか、まあ綺麗にはしてるんですよ。綺麗にはされてるけども、どうしてもこのようにピラーのところに傷が入っていたりと、もうしょうがないですよね。何オーナーももしかしたら過ごしているかもしれませんので、このぐらいは僕らでも、まあ、あるあると言いますか、こういったお車をきれいにするのがお仕事ですので、やっていこうと思ってるんですけども、なんかね、しっかり水回りをして、触れるところ触れるところ、ぬめぬめするんですよ。はい。特にね、ナンバープレートなんかは、まあ、外せるようなのは外すんですけどね。その時に、あれ？ちょっとこれ洗った？いや、洗いました。なんかぬめってるね、と。いや、なんかタイヤワックスもなんか全然取れなくて、油性かなんかだったんですかね。なんかゴシ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 しても全然ダメなんですよ、と。これちょっとおかしいなと思って、オーナー様にご連絡をしてね。まあ、オーナー様が、これはね、新車当時で買ってるわけじゃないですね。まあ、やはり何人かのオーナーさんを経て、今のオーナーさんが持たれて管理をされてるわけなんですけど、そのオーナー様の管理の方法としては、洗車機にね、入れられて綺麗にしていたと。定期的に入れていたと。ただ、その洗車機の中に最後に、まあ、シリコン入りの、ちょっと洗車シャンプーというか、コーティングというか、なんかよくわかんないんだけど、なんかドバーっと最後にこう、やってたのあるんですよね、みたいなお話をされていて、あれと、それが原因なのかなと。まあ、それしか考えられないんですよ。お客様の方でね、何かやっていたというわけじゃなかったので、ちょっとこれ大変だな、というところなんですが、すいません、動画のね、内容と全く違うことを話してるかもしれませんが、ガラスもやっております。はい。で、よくね、巷を、まあ、何年前かな、賑わしました。シリコン洗車というのがね、以前ありました。はい。特殊なシリコンを使ってですね、それで洗車をしていって、僕はやったことはないので、なんともなんですけども、まあ、すごくツヤが上がるとかね、今もやってる方いらっしゃると思いますけど、水弾きも良かったり、汚れがつきにくい、スポットになりにくい、要はワックス、油分みたいなものをやってますから、僕が少し使っていたのはね、樹脂とか、カールトップとか、しろっちゃけたところに、そのシリコーンを入れて、入れ込んで、ツヤツヤになっていく。っていうのはちょっとね、やったことはあるんですけども、なかなかこの特殊なやり方というかね、一時代を築いた洗車方法で、まあ、ありだなとは思うんですよ。好きな方はそれでいいと思うんですけど、それは、
それでね、いいとしてですね、僕ら研磨をする側の意見と言いますかね、今回初めて目の当たりにした感じだったので、その率直な感想をねお伝えしようと思うんですけど、まずね、非常に磨きづらい、磨きにくい、はい、これは間違いないですね。まあ、本当に私が受けた印象なのでね、それが全てじゃないとは思うんですけども、そのシリコン的なねものが、まあ、ミルフィーユ状態と言いますか、塗装にもどんどん食い込んでいくというかね、入っていくような感じを見受けられてて、磨けば磨くほど他の傷が見えてくる感じなんですよ。はい。まあ、大抵のねワックスとかもそうですけどね、傷を隠蔽して、でツヤでねこう綺麗に見えるようにはなってるわけですけども、これは特にそれを多く感じました。膜厚自体は昔の塗装でしたので結構あったんですね。100以上はあったのでゴリゴリ磨けるんですけども、ほらこの状態でもわかると思いますけどね、なんかね傷以外にもこう何かもやってるとかぬめってるっていうかね、それが非常に感じてて、一発目の初期研磨だとね、ウールがほんと滑る感じ、うん、つるんつるん滑る感じなんですよ。でそれでやっと油分的なものが抜けたかな抜けないかなっていうところでしっかりとした傷が見えてくるんですね。なので初期研磨をこう2回ほど、重ねたような磨き方です。はい、うちの若手が作業しております。初期研磨ですね、ルペスマーク3にマナッチウールバフを使用しております。これ左側のね部分すごく綺麗に反射してますよね。反射すごく綺麗なんですよ。やっぱりまだ油分が残っているのかなという状態なので、かなりこうじっくり磨くような温度をちょっと入れてですね、いつもよりもちょっと角に圧を入れるような磨き方ですね。そうじゃないとなかなかこのぬめりが取ってくれなかったです。そしてバフもかなり頻繁に清掃しなければバフの表面がつるっとなってしまうわけですね。なのでその辺も気をつけながら磨くような今回研磨となりましたね。一発目にチョイスしたコンパウンドがバレットさんから販売しておりますタスシリーズの H というものですね。かなり初期研磨用のコンパウンド、もう深い傷用とかですね、もう粗いものになるんですけども、このコンパウンドかなりですね、よく切れるし、まあ隠蔽性もそこまでないですし、というシンプルですごく使いやすいということで、うちのスタッフはね、よく使っておりますが、ちょっとそれでもダメかなということで、素直にこれもバレットさんから販売しております。当店でも販売しております。BLT コンパウンドの A に切り替えました。おそらくセレクトした理由としてはですね、先ほどの多数よりもさらにこちらの方が水性ですので、こう、粉になってしまう、熱をかけるとね、すぐ切れてしまう、なくなってしまうことはあるんですけども、その分スッキリと仕上がってよく見えるわけですので、この方が多分、この、ねっとりしてるのをね、取れるんじゃないかなというふうにセレクトしたんだと思います。実際、奥の方、今、背中で見えませんけども、かなり鮮明になってきたのがわかると思いますね。だからこの A はですね、よく板金塗装後のペーパー目の除去とかね、そういった時にも使いますし、僕らではほんとたまにしか登場しないですね。やっぱ一番粘度もありますし、使うにはちょっとこの範囲が狭いというかね、温度をかけながら磨き方をするものにとっては、ちょっとこう量を使ってしまうということもあるので、どうしてもタスシリーズとかね、伸びのいいものを使ったりもするんですが、今回に関しては、今このちょっと見えますかね、まだ本体が少しこう、うねってるぐらい、油分を取った後の下がザラザラというかね、傷だらけなものですから、本当にね、牛歩ですよ。ちょっとずつしか進まない。ただほら、奥と手前でかなりライトの映り込みが違いますよね。これを、まあ最低限、この映り込みが綺麗になるよう、そしてそれがくっきり映るようになるまで、初期研磨として磨き上げるという工程になりますね。ですので今回、おお懐かしいアリスト、しかも初代だよ、すごいよねとベテランスタッフとね話をするよりも、どちらかというとあれこれヌメヌメしてるねとシリコン洗車じゃねみたいな、そっちの方で盛り上がってしまって、ヒンジだったりとかその以外のパーツどうだろうどうだろうって確認したりとか、細かい細部処理ですとか、そこにちょっと時間かかるんじゃないかとか、ちょっと今までとは違う意味合いでこう施工にね時間をちょっと費やすような、そんなお車ではありましたね。ただ状態はものすごくいいお車でしたね。もう車内も綺麗でしたし、見ての通り深い傷もほとんどなかったんですよ。まあ修復はね、もしかしたらしてるところあったかもしれませんけども、30年経ってこの状態、なかなかないですよね。まあ、定期的にね、20何年もの、30年ものというお車が入ってくる当店ではございますので、その時にやっぱり
今の車とはね、違う磨き方だったり、使うものもね、変えたりとかということで、非常に私も含めスタッフ一同勉強させていただいている次第かなと思っております。本当、お客様にはね、感謝しかないんでございますけども、はい、うちの店長、自分よりも年上の車を磨いております。はい、やはり、マナッチウールバフ使っております。マーク3ですが、それでもブレるんですよね。見てわかりますかね？ちょっとこう、安定を持たせるために、右手を少し強めに持ってるのかもしれませんが、このマナッチウールですけども、ほとんどの初期研磨の時に、もううちのスタッフには使うようにしております。まあ、何でも磨けるようにということで開発しているので、202とか濃色車の場合はなるべく新品に近いものを使って、このような淡色、白だったり、グレーだったり、シルバーだったりっていうなると、何回も使ってるバフでも全然初期研磨であれば使えるんですね。そして、ワイドレンジ気味のコンパウンドなんかも、このウール一発で、もう中間研磨以上の仕上げまで持っていけることができますので、ちょっと今度機会があればですね、ワイドレンジのコンパウンドとこのマナチュールバフを使ってみて、どのような仕上がりになるのかとお伝えできたらなと思っております。今回は、この初期研磨の映像が非常に多いと思います。その分ほんと時間かかったんですよ。はい。このぐるぐるとこう、ツヤっとしてるところがですね、少しずつ傷が抜けてって、このようになってきます。このぐらいが本当の肌なのかなと。肌自体はすごく良かったですよ。ゆず肌っぽくも全然ないですし、深いのはちょんちょんとはあるんですけども、ほんと当時のまま、この傷を抜くのがきついわけですね。遠くから見るとね、なんかそんなに難しそうに見えないんですよ。まあ、研磨全般そうなんですけど、近づいて何回も何回もやってこんな感じでしたので、ちょっとね、周り粉飛んでますけども。はい、そして、ピラーのとこですね。これ傷だらけのところですが、どのように改善してるかというと、ゾータ3インチのね、少し振り幅の低いものを使っております。バンパーだったり柔らかい部分には非常に有効的なものですから、こちらにクブクリンのコンパウンドを使用してますね。クブクリンのコンパウンド、今年からね、特にこの春ぐらいかな、かなり対応するようにしてます。やはり粉も出にくいというのもありますし、扱いやすい。この深い研磨はできませんけど、それに合わせるようにね、できるコンパウンドですので、今、そろっと磨いただけでもこのぐらいまで抜けていくんですね。ちょっとこれもね、素材が柔らかすぎるので、あまりこう追い込みにくいのでね、ある程度までというような表現になってしまいますけど、はい、ルーフですね、これ。右と左で全然違うんですよ。ツヤはあるんですよ、何回も言いますけど。特殊な技法でツヤツヤになってますから。はい。ですけども、傷が目立ってしまって、全体的にくすんでいるように見えるのがよろしくないわけですよね。まあ、当店は、研磨をメインにしている店舗ですので、まあ、コーティング、もちろんワックスでも何でもいいんですけども、お好きなものと、あと、お客様の洗車頻度だったりとか、保管環境に応じて、ある程度ご提案はさせていただきますけども、基本的には下地をしっかりしようよと。このように傷だったりシミ、気になっている、洗車ではどうしようもならない、ケミカルではどうしようもないというものを少しでも改善させて、それを維持してもらえたらなというご提案をさせていただいているので、基本は研磨がマスト、必ずするようにしております。はい、映像戻ります。中間研磨ですね。MD さんのシュリケンフィニッシュパッドにこちら同じようなマーク3を使っております。コンパウンドがね、何だったかな？もしかしたら、バレットさんの BLT の C の可能性もありますね。このぐらいまで艶が出てくると、あとはかなりスムーズに進みます。まあ、下が整ってるというのもありますし、傷を抜いていく上で、ウールの細かい傷をね、自分たちでつけてしまう、俗に言うバフ目というものがついてなければ、そこまで薄ければ、さっと、本当に綺麗にあとは、整えていくようなね、磨き方になりますので。はい。ヘッドライトですね。これも経年による、もうね、黄ばんでしまっているわけですけども、こちらもご要望がありましたので、まあ、ペーパーで、しっかり削ってから磨きを入れるという工程になります。当時のものだとこのように大きいし、そこまで凹凸がないので、まあ、研磨はしやすいですよね。ただ、ヒビとか入ってるといけませんからね、よくチェックしてから施工になりますが、内側がね、曇っていたり汚れている場合は、当店外すことは、しないのでね、そこはご遠慮いただいてるんですけども、まあ、ある程度はかなり綺麗になると思います。はい、このように水をかけながらペーパーを入れて、最後にポリシャーでしっかりと磨いていくというやり方ですね。まあね、このチャンネルが研磨チャンネルでなければね、こういった経年車といいますかね、名車といいますか、お古い車、
紹介したいところではあるんですよ。いや内装がこんな感じですねとか、エンジンルーム開けてこれがこうですねとか、当時はここをこうでしたんだよとか、いろんな話をね、まあ僕そんな知識ないんであれなんですけど、していきたいところではあるんですけど、なんせ僕らはそうではなくて、磨き、ディテイリング、綺麗にすること、傷を抜く、シミを取るといったところに着目していますので、ほとんどね車の全体像が出ていないんですね。今回ちょっと至近距離すぎる近い絵面ばっかりになってますけども、まあそれはスタッフの手元を見ていただいて、あ、こんな感じで磨いてるんだなーっていうのね、少しでも参考というかね、見ていただけたら幸いだなと思います。まあ、今回のですね、このシリコン洗車的なね、要素が含まれている車の場合、まあ、研磨ももちろん大変でした。ただもっと大変なのはおそらく板金塗装さんなんじゃないですかね。実際削って色を乗せるのが弾いちゃわないのかなとか、ちょっとダマになっちゃうんじゃないのかなと、細かく板金のことを知ってるわけじゃないんですけども、そういった話もねちらほら聞きますのでね、もしまあコーティング屋さんにね何か依頼するときには、お車これどういう洗車方法してましたとか、何を使ってましたってのは分かる範囲でいいんでね、お伝えしていただくと、こちらもその身構えると言いますか、対応できるんじゃないかなと思います。あ、やっとここ見るとね、アリストって書いてますからね、アリストなんだなって分かりますよね。ねえ、ほんといいですよ。この次ののもね、いいんですけどね。この初代をまさかお目にかかれるとはという感じでしたね。はい。そして、最終研磨になりますけど、マナッチスポンジバフ。で、これこそ本当に、コンパウンドを少しつけて、残ってないかという、ぬるさをね、確認しながらやっております。はい。スポットの映り込み、もう、かなり丸になりましたよね。このぐらいまで持っていけると、ほぼ下地は整ったのかなと。あとはコーティングがしっかり乗ってくれるかという心配はあるんですけども、まあ、今回の目的はですね、本当にこの30年分ついた傷しみをしっかり抜いてもらいたい、改善してもらいたいというご要望でしたので、そこに着目してね、研磨をさせていただいてます。まあ、もしかしたらですね、このシリコン洗車的な方法というのが本当に深い傷を守ってくれてたりしてね、あの塗装を守ってくれてたからこそ、このように2周目以降3周目の研磨が非常に楽だったのかなっていう気もしないでもないですよね。剥がすのはちょっと大変かもしれないけども、その分しっかり防御はあるのかなという気もしました。はい。そしてコーティング剤を塗布しております。瓶に入っている硬化型と言われるガラスコーティングになりますね。当店いろんな種類用意はしているんですけどもね、その辺もお客様とご相談をしながら、好みもありますのでね、あとお手入れね、の仕方にもよって選ぶもの変わってくると思いますから、そこをご相談させていただいております。うん、塗り込みを入れるとね、さらにツヤも上がりますよね。透明度が増すっていうのかな、くすみがなくなって上にこう綺麗な膜を張ったよっていうようなニュアンスの方が近いかな。まあ、とにかく今回は初期研磨にいつもの倍3倍ぐらい時間のかかってしまったお車ではありました。はい、完成でございます。30年前のトヨタアリスト、無事復活いたしました。一度ですね、2分ちょいのところまで戻っていただきたいですね。ビフォー、あれだけくすんでいた傷だらけだった車が、アフターこのようにツヤっとなったんですよね。ぬるっとではなくツヤっとですね、今回は。はい、これぞ本来のボディカラーではないんでしょうか。今ね、様々な洗車方法、ケミカル、いろいろ出ておりまして、いろんなやり方でね、楽しんでいただいているかと思うんですけども、プロに預けてみてね、また、その様子が一変する、ビフォーアフターが激変するということもございますので、もしお困りことありましたら、近くのショップさんにご相談してみるのもいいんじゃないかなと思います。ディティーリングの施工動画ではありますけども、少しね、昔を思い出すというか、懐かしむような、そんなお車だったんじゃないかなと思います。オーナー様もご用命、そして撮影のご協力ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。